日本ダービー、最も歴史と伝統、そして栄誉のあるこのレースには、一生に一度しか出走がかなわない。それがいかに残酷なことか。事実、あまたの名馬娘がその夢の前に敗れてきた。すべての馬娘の夢、その頂点に立つのがダービー馬娘だ。その日、20万人もの大観客が見つめる中、ゲートは開いた。ダービーを逃げて勝つのは難しい。しかし、桃色の勝負服の君は自分のやり方を変えたりしない。他を出し抜いてやろうなんて逃げじゃない。望んだのはハイペースな消耗戦。迫るライバルを振り切ってゴール板を駆け抜けた時、全てを出し尽くした体にはただの一歩分の気力も残っていなかった。それは君の勝利のためのたった一つの冴えたやり方。勝者の名はアイネス風神。その日、府中のターフに響き渡った歓声は、全てのファンの脳裏に今もなお響き渡っている。女王の出る幕はない、そんな世論を目にした時、彼女はきっと笑っただろう。黒い髪をなびかせて、まるでスキップでもするように先頭に踊り出た彼女に、人々はただ平伏するしかなかった。女王の名はウォッカ。夢の舞台を華やかな一人舞台に変えてしまった彼女の目には、誰も見たことのない未来の景色が鮮やかに映っていた。それは不思議な時間だった。三つの体が重なってゴールを目指したとき、時間が止まってしまえばいい。お互いがそう思った。名前に刻まれた一等星の運命を導くように、青い勝負服が最初にゴール板を横切ったとき、その時間は終わりを告げた。その星の名はアドマイア・ベガ。ゴールというエンディングに向かって走っているのに、どうしてだろう。いつまでもいつまでもこの時間を一緒に走っていたかった。史上最高メンバーのダービー、そう言われていた。その時揃ったあまりにきらびやかなメンバーの中で、君は特別な存在ではなかった。でも私は私、過去の負けだって今は関係ないとでも言いたげな君は、じっと蓄えた末脚を解き放つと、閃光のような鋭い輝きを放って先頭に立った。その光の名はエイシンフラッシュ。私は私の道を行く。いつだって強い人は自分を信じているものだから。ダービーを見るたびに思いは募っていった。ダービーを見るたびに夢は膨らんだ。そのありったけの気持ちが彼女を勝利へと導く特急券となった。勝利の切符を手にした者の名はウイニングチケット。ダービーに思いを馳せた彼女とライバルが織りなした最高のドラマに、ファンはいつまでも賛美のコールを上げ続けた。そしてそのドラマはこの先もずっと色褪せることなく、新たなドラマへと紡がれていく。